なんかよく孤独と自分の作品の関係性について聞かれるんだけど、子供の時はね、実は孤独だって思ったことが全然なかったんですよ。で、一人でいる時に何してたかっていうと、近所にいる動物と話したり、動物っていうのは隣の家には羊がいて、あとうちでは猫がいて、もう田舎だったのね、田舎だったからいろんな動物がいて、そう、動物といつも、今思うと不思議なんだけど、すごい会話してた、お互いにこうなんか会話できてたですよね、その時。で、そうやって動物と会話するのをすごい楽しんでた子供だったんだけど、それと同時にその自然の中で自分自身ともすごい会話して、一人で二役するみたいに自分自身と会話してて、で、今思うとその頃に得た感覚とか感情、そうですね、物の感じ方、そういうのが自分のこう一番の源を作ってる感じがします。まあ、それで高校を卒業して東京に出るんだけど、あんなたくさん人がいる東京で、たくさんの人の中にいて誰も知ってる人がいなくて、人はいっぱいいるのに知ってる人がいない、なんかそっちの方がね、すごい孤独感を感じて、それで1988年に自分ドイツに行って勉強することになるんだけど、そこではね、また言葉が話せなくて、子供時代みたいな一人ぼっちの感覚になるんだけど、それはとても懐かしい一人ぼっちの感覚で、なんかそこでまた自分との対話が始まって、90年代には今の自分のもうトレードマークみたいな絵の基本ができていった。例えば僕は28歳でドイツに来たけど、28歳でドイツ語も一言も話せない自分っていうのは、その国ではもう子供か赤ちゃんみたいだったと思うんですよ。だから頭の中でどれくらい物事を考えることができても、物を言うことができなければ、やっぱ子供としてしか認知されない。その中で自分がこう芸術でいろんなことを開発していったっていうか、いろんなことをこう作っていけたのは、やっぱ言葉の代わりに美術があったからなんです。で、その時のなんか自分っていうのが子供っていう形で絵の中に現れている。だから特定の子供を描いたわけではないけど、全部自分の自画像だと思ってます。